皆さんこんにちは。今日はですね、ザラの購入品を紹介したいと思います。この間ザラで約1万円分ぐらい買ってきたので、ね、一つ一つ紹介したいと思います。まず先に合計金額からね、なるべくね1万円で抑えようと思って買ったんですけど、まあ、その消費税とかちょっと合わせて意外と1万3760円いっちゃいました。もうね、1万円購入品っていう肩書きではないんですけど、ちゃんとね、1万円内に抑えようと頑張って買いました。まずね、着てるこれです。こちらです。このオレンジのニット、カーディガンニットですね。ちなみにこれは5990円でした。で、私のはこれは S サイズです。もう行った時に本当につい最近行ったんですけど、もうね、春色のものがね、結構パステル系のものが多く置いてあって、まあ、もうすぐで春だし、ちょっと春を先取りしたいなと思って、ちょっとね、珍しいちょっとオレンジっぽいパステルのお洋服を買いました。なんかね、私にしてはすごい珍しい読みかなと思うんですけど、すごいね、可愛くて買いました。で、このね、ボタンのところがね、ちょっとね、ドラらしいゴージャスなボタンになってて、本当におしゃれで可愛いなと思いました。カーディガン、ニットカーディガンなんで、1枚でポッと着れるので、これはすごい、カーディガンタイプのトップスがすごい好きです。どんどんね、やっていきますよ。今回ね、全部で4点買いました。ちょっとね、値札つきっぱなしなんですけど、これです。カバンです。カバンはこれは税込み3990円がセールになってて1990円になってたので買いました。可愛くないですか。これこういうで、まあ、手持ちのバッグにもなるし、身にあるので、まあ、普通に肩からかけて使うこともできます。意外と小さいかなと思ったんですけど、奥が深いので、まあ、たくさん意外と入るかなと思います。ここにちょっと巾着っぽくね、こうやって締めて、中は誰にも取られませんよっていう感じのね、バッグです。可愛くないですか。めっちゃもうすぐ一目惚れして買いました。なんかね、もう一つ肩からかけるタイプのショルダーバッグ迷ったんだけど、やっぱりちょっとね、黒でこういうね、巾着っぽい形のカバン、すごい今欲しかったので、私安くなってたから買いました。すごいよね、1990円。はい、3つ目はこのね、ザラのピンです。これも1990円だったのが税込みで790円になってました、セールでね。これはピンです。ちょっとピンをつけてみようかな。意外とね、大きいピンなのでね、こうやってだんだんこんな、こっちでね、こっちもこうダブルでつけても可愛いし、両方にこうやってつけても可愛い、こんな感じです。これ結構髪の毛量取らないといけないんですよ。とか後ろでハーフアップして、そのハーフアップの結び目につけても可愛いかなと思います。こんな感じです。もしハーフアップするなら、ハーフアップしてこちらの結び目につけたら可愛いかなと思います。可愛い、こういうタイプのピン意外と持ってなかったなと思ったので買いました。まずね、790円っていうところがね、すごく嬉しい。いいですね、すごく安くなってました。ザラはね、基本ね、お値段はちょっとね、高めなんですけど、でもデザインしっかりしてるし、ちょっとこういう高級感のあるデザインが多いので、私はお気に入りです。こちらが最後のアイテムなんですけど、このトップスはですね、税込み4990円でした。はい。これ、じゃじゃーん。めっちゃ可愛い、このブラウス。これ、見た瞬間に即手に取りました。可愛すぎる。可愛いポイントがもう、ね、いっぱいあるんですけど、まずね、この柄ね、このお花がね、たくさん散りばめられてて、ちょっとね、ゴージャス感がね、薄で、でもちょっとね、丈が短めなんですよね、見た感じだと思うんですけど、ウエストのところがちょっとキュッてなってるので、細見え効果があるから、細見えする、着やせするアイテムかなと思いまして、リボンもあって、リボンもね、リボンと袖の部分にこういうちょっとね、ネクラがついてるんだけど、これもちょっとね、ザラらしい高級感のボタンがついてて、すごい可愛い。めっちゃ可愛いよね、これ。肩のところもね、
っぽく、若干のスリーブっぽくなってて、いやもうこれ可愛すぎる、はい、たいな。今後の私のちょっと衣装とかに登場してくれたらと思うので、ぜひチェックしてください。可愛いよね、これめっちゃ可愛い。そう、リボンがね、こう自分で結ばなくていいタイプなんですよ、ちゃんとね。これは取り外しはできないです、できないですね、こうなってあるので。でもリボンさ、なんかザラのリボンってさ、なんか結構自分で結ぶやつが多かったりするけどさ、なんか結ぶの、リボン結びすごい私苦手だから、めちゃくちゃ変な形になっちゃうんだけど、これはもう元々縫われてるからすごく安心、嬉しい。トップス、ボトムス、カバン、アクセサリーで、あ、靴を買おうと思ったんですけど、まあ、意外と、まあ、1万円超えちゃうなと思ったので、まず、ちょっと一番最初に見たこれから、見てから、ちょっとなるべくに1万円に抑えるようにしました。いや、まあ、約1万円分に抑えました。でね、こういうピンとか、あの、1000円以下のアイテムとかもあるので、めっちゃ提供っぽくなってるけど、その、本当に可愛いね、ゾラのアイテムがいっぱいなので、私も、よくね、可愛いブラウスとか着てたら、着てることがあるんですけど、これどこのですかみたいなことがあるんですけど、基本私ザラなので、ぜひザラ、チェックしてみてください。もうね、本当に私結構ね、月にもう5回ぐらいはザラに行ってて、あともうネットでも見たりしてるので、もうザラファン、ザラファン。小学生ぐらいからザラを着てるのかな。そう、でも最近すごくデザインがね、韓国っぽい、多かったり、ね、本当にこういうボタンだけどちょっと高級感のある、ね、お洋服が多いので、もうねポップティーのモデルの子も結構着てる子が多いので、結構ねかぶりとかはねあったりしますけど、本当にすごく素敵なブランドなので、皆さん気になったアイテムがあればご視聴してください。では以上、ザラのコーディネートでした。